はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数2の高等式丸2をお送りします。で、前回からね、高等式始まってまたちょっと違うタイプの問題を今回はね、2問取り上げていく感じでいきます。なので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって分かんないのがあれば今からね、両方とも解いていきますので聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ早速ね、丸1の方から解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。ちょっとね、お隣さんとワンちゃんめっちゃ吠えてるんで、犬の鳴き声入ってるかもしれないんですけど、まあ気にせずね、よろしくお願いします。で、まず問題は前回と同じです。次の等式が x についての高等式となるように、つまり x が主役ね。その時、定数 abc の値を定めようということで、 abc を求めに行きます。で、前回と違って、まあ、何が厄介かっていうと、見た目で厄介だよね。まあ、分数使ってるから、ものに。で、このまあ分数のタイプの問題、まあ、前回のね、もし動画見れるようだったら、前回の丸2の問題、いい、丸2の問題とかでも、実は数値代入法といって、x にね、まあ、適当な数字を入れて解くっていう方法もあるんだよ。で、実際、こっちはそれでやった方が楽だったりします、本当は。けれど、それをやっちゃうとね、最終的にちょっと確認をしなきゃいけないので、で、テストの時に、このタイプの問題はね、途中式を書かされることが結構多いです。先生によっては。定期テストの時ね、中間期末の時は。なので、そうすると、そのね、最後の確認で、ちょっと減点とか、部分点とかもね、なっちゃうとか、いうこともあるので、まあ、自分はね、今回、今紹介する、やり方しかね、紹介しないんですが、ちょっと学校の先生と説明が違ったら申し訳ない、というのを前提で、よろしくお願いします。まあね、俺はこっちのやり方の方が好きなんでね。で、分数がこうやって出てきた時何するかっていうと、まず分数払いに行きます。つまり分数を消しに行くんです。で、どう消すかっていうと、例えば今これ x 分の1とか x 分の3、あ、違う x プラス1分のとか x プラス3分のってなってるんで厄介に見えるんですけど、結局やりたいのは、例えば3分の1足す2分の x イコール6分の x マイナス1とか、これちょっと解けるか分かんないですけど、適当に作ってみた。で、こうやった時に何するかっていうと、全体に6をかけに行くんだよね。そうするとここ分数消えるし、約分してね、消えるしってことで分数を払うことができる。で、このことを今この式でも同じことをやりに行きます。つまり分数を消しに行きたいんだけど、だからポイントとしては何をかけたらこれ分数全部消えるかなって考えるんです。で、結論から言うと x プラス1 x プラス3これをかけるんです。あ、漢字で書けばよかった、ごめんね。かけると。で、これどうやって判断するかっていうと、これこことこことここ、まあ、3箇所分数ありますけど、一番分母が厄介なのってここだよね、やっぱり。両方2つ繋がってるし。なので、まず、ここを消すためには、x プラス1もかけなきゃいけないし、x プラス3もかけなきゃいけない。つまりこれをね、両方ともかけないと消すことができないんです。で、もし、これをこことここにかけたら、これね、まあ、うまく作られてるんだけど、x プラス1が同じでしょ？x プラス3が同じでしょ。つまりこことここも分数消すことができます。約分できるから。だから一番ね、厄介なところ、これかけたら全部消えないかなって考えて、大体消えるから、それで。で、それでやっていけばいい。つまりまずこの x プラス 1x プラス3をここにかけるとどうなるか、どうなるかっていう、ちゃんと書くか一回ね。ちゃんと書くと x プラス1分の、まだ外で選挙カーが走ってるね。A カッコ X プラス1、X プラス3とこうなります。いいね。これちょっと後で消しちゃうからごめんね。説明だけで書きます。こうなるから、こことここが約分される。つまり、A カッコ X プラス3が残るんです。ちゃんと分数消えるでしょ。で、ちょっとそっちで書くね。幅が足りなくなるかもしれないんで。だから、約分すると、A カッコ x プラス3と、これが残る、ここね。で、次プラスなんで、プラス書いておこうか。今度これをここにかけると x プラス3が約分できるでしょ。そうすると残るのは元々いた b と
x プラス1、こっちが残る今回はね。でこうなります。でイコール、右辺に関してはこれ丸ごと約分されるので残るのはこの x プラス9だけが残る。だから x プラス9、こうなります。でこうなると前回の勉強した高等式の問題と同じです。整理をして解けばいいと。でなんとか x がね主役なんで、なんとか x プラスなんとかにしなきゃいけないから、こっちちょっと整理し直そうか。で展開すると ax プラス 3a プラス bx プラス b、 全部左に持ってきてもいいですけど、ちょっとこのまま解いちゃおうかね。 x プラス9で x でくくります。だからここだね、 a プラス bx、 ここに x がくっついてるんで x を出すと a プラス b が残ると。でプラス、意図的に括弧で作りましょう、 3a プラス b が残ってる。で右辺は同じと。であとは連立だね。前回と同じように x にくっついてるのが a 足す b、 x にくっついてるのが1なので、A プラス B イコール1と。でこっちも 3A プラス B イコール右が9なんで9。この連立方程式を解けば終わりとなります。伸びちゃったね。で、暗算しようかな。暗算するとちょっと待ってね、マイナスにすると2と4か、 A が4で B がマイナス3とね、これで終了となります。いいかな、ちょっと個人的にこの3がなんか嫌だね。ちょっと待って、くっついてしまった。マイナス3と。では今度はね、また右の2番に行きましょう。で右もまあ同じですね、分数を払いに行きたい。だから何をかけたらいいかなって考えます。でこれはですね、一番厄介なのが実はここに見えるんだよね、一瞬ね。項が3つあるからさ、じゃあこれかけたらいいのかなって考えたいんですけど、基本的には次数が高いものをかけに行った方がいいです。そこが一番厄介だから。だから今回一番めんどくさいのはここではなくてここです、3乗だから。いい？で x3 乗マイナス1、これをかけたらまずここは消えるよね。こことここ消えないかなって考えるんです。で実は消えます、これ。なので最初にもしね、途中式書くんだったらこんな感じでいこうか。かけるとね、どうなるかっていうとね、これまずちょっと隙間開けてからいこうかな。ここに関しては x3 乗マイナス1、丸ごと約分するから3が残ります、イコール。でここどうなるんだっていう話なんですけど、実はですね、ちょっと下は書こうか、そのまま x-1 でしょ、でカッコ a とします。x3 乗マイナス1、これ3乗引く3乗なので、このね、最初の方で勉強した公式が使えます。いい公式で、その公式を使うと3乗引く3乗ね、 x-1x2 乗プラス x プラス1 です。これ公式使っただけね。そうすると x-1 が約分できるんです、ちゃんと。そうなってる。で下のあともう一個プラス、こっちも一応書こうか、 x2 乗プラス x プラス1、分のこっちと式になってるんで括弧ちゃんとつけようね、 bx プラス c、 これに x3 乗マイナス1をかけに行くから、全くここ同じね、同じものを書くとだけど入らない気がするな。入るかな、 x-1 とこれ、あ厳しいね、ごめんね、ちょっとね、説明変えますわ。ごめんね、まずこの段階で説明しちゃおう。ここで約分して書き直しますね。こうなるんで、ここが約分されて、A とカッコ X2 乗プラス X プラス1が残ります。いいね。なので、ちょっとそれに書き直します。で、3をもうちょっと左からスタートしようね。なので、3イコール A カッコ x2 乗プラス x プラス1となります。でプラス、これね、プラス1回書いてから消そうね、 x2 乗プラス x プラス1。でさっきも言ったように式なんでちゃんと括弧つけてこうなる。
で、x3 乗マイナス1をかけると、さっきの同じ公式ね。x マイナス1、2乗プラス x プラス1となります。いいかな？なので、ここが丸ごと同じなんで、約分ができるんです。そうなってる。うまくね。で、残るのがここだけです。だから、そこだけを書けばいい。ちょ、消しちゃうね。よいしょ。と、bx プラス c と、x マイナス1と、こうなるね。で、あとは同じです、こっちと。で、今回は、まあ、右辺が、まだね、綺麗になってないんで、右辺を綺麗にしに行きます。で、個人的には、左辺が、なんとかごちゃごちゃしてて、右辺がね、3だけの方が綺麗に見えるので、まず、左辺と右辺を丸々入れ替えます。で、丸々入れ替えるときは、符号を変えなくて大丈夫なので、まずちょっとこっちからね、展開したの書いていきますね。ax2 乗プラス ax プラス a。a 配っただけね。で、ここが、あれか、普通に書く。分配か。配って bx2 乗。bx をこれに配るとマイナス bx。c を x に配ると cx。c をマイナス1に配ってマイナス c。で、イコール、これをね、丸々入れ替えたんで3が右辺に来て、こうなります。はい。ということで、あと左辺ね、きれいにしていこうか。2乗くっついてるのはこことここなので、a たす bx2 乗ですね。まずここは消える。で次、x くっついてるのが、ここと、ここと、ここ、3箇所か。プラス、a、マイナス b、プラス c、x ですね。で、あと、x くっついてない定数項が、ここと、ここか。プラス、意図的にね、プラスでくくっちゃいましょう。で、3と。こうなったと。で、これであとは連立というか、まあ、3つか式作るだけなんですけど、右に関しては、3しかないです。つまり 0x2 乗プラス 0x プラス3と考えてください。なので x2 乗にくっついてるのは0だから a プラス b イコール0です。で、ここ a マイナス b プラス c イコール0です。ここもで a マイナス c は3なので3と、この3つの式をね、これで解いていく。で、この解き方に関しては、まあ、文字を1個消しに行くのが一番簡単なので、どれで解くといいかな？じゃあ、上の2つの式ともっと簡単なのあったらごめんね。今パッと思いついたのが、上の2つの式足すと B 消えるので、ここ、どう書こうかな。ちょっとこんな書き方しちゃダメなんだけど、ここを足し算すると、2A プラス C イコール0ですね。ここ2つ足すとね。で、それとこれを計算するといいので、a マイナス c イコール3で、これを足し算すると 3a イコール3で a イコール1か。はい、出ました。 a イコール1、あと2つで a が出ちゃえばあと できそうだよね。ここ a に1入れると 1+b イコール0、1をこっちに持ってくれば b イコールマイナス1だね。えいで、ここもそうか。 a に1入れてこっち持ってくると2、マイナス c イコール2だから c はマイナス2だね。よいしょ。こんな感じで OK となります。ちょっとね、口で説明とか暗算いっぱいね、盛り込んでしまって申し訳ないんですが、まあ基本的にはこういう感じで解いていくといいかと思います。まあ個人的に俺はね、こっちの方が好きなんでね、なんだっけ、数値代入法よりもね。では、今回は高校数学数2の高等式丸2をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、まだ続きますと。次回ね、丸3がまだありますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。